それでは、開始時間の15時となりましたので、始めていきたいと思います。皆様、本日は お忙しい中、国連大学サステナビリティ高等研究所歯科金沢オペレーティングユニット主催の SDGs 地方から発信する SDGs のモニタリングとオープンガバナンスにご参加いただきまして、どうもありがとうございます。私は本日の司会を務めます、同ユニットの永井でございます。本日は2時間どうぞお付き合いください。開会にあたりまして、少し私の方から開会の趣旨を説明したいと思います。本日はですね、SDGs が国連の総会で認定をされて実践が始まったのが2016年、それから2020年の今年は、そこから5年目を迎えます。で、日本政府の取り組みの中でも、地方自治体の取り組みで地方創生が非常に鍵になるということで、 SDGs 未来都市の認定が2018年から始まっています。合計すると、90以上の未来都市が、未来都市に認定をされているということで、本日もたくさん多くの自治体の方のご参加をいただいております。で、今年、私ども石川金沢オペレーティングユニットということで、石川県の金沢市をベースに活動をしていて、石川県全般の自治体さんに、SDGs の推進の助言あるいはアドバイス、そして一緒にアクションを行っているという活動をしているわけですが、中でも私どものキーパートナーの金沢市さんとは非常に密に一緒にこう実践活動を行っているという中で、今年その金沢市さんも SDGs の未来都市のモデル事業に選ばれました。で、そんな中でこれからあと残り10年の SDGs をいよいよこう実践フェーズに入ってきたということで、金沢市もこれから SDGs のモニタリングをやっていくということで、いろいろデザインを始めているということで、本日のこのウェビナーで金沢市の取り組み、そして石川県は中でも6つ未来都市があって、SDGs 未来都市がとても多い県なんじゃないかなと思います。で、里山を材料にしているものや、教育を軸に SDGs を進めていこうという自治体で、本日事例をいただきます加賀市さんは、IT を使ったスマート SDGs ということで、進められているので、その事例もお伺いできればなと思います。はい、ぜひ今日は皆様との知識の共有と、また活発な議論ができたらなと思っております。で、ですね、ウェビナーということで、一つちょっといくらか事務的なご連絡をしたいのですが、ウェビナーはチャットと Q&A というところが皆様の下のところに出ているかと思いますが、質問はできるだけ Q&A でお願いをいたします。で、コメントあるいは何かこう事務的にこういうとこ困ってますとかいうことがあれば、チャットでお知らせいただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。そうしましたら、共催の金沢市山野幸義市長から共催のご挨拶をいただきたいと思います。山野市長、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日はありがとうございます。今ほど永井さんがお話しいただきましたように、金沢市は行政単独で事業をするというよりも、永井さんをはじめとした国連大学関係者の皆さん、金沢青年会議所の皆さんとタッグを組んで、さまざまな施策に取り組んできました。また金沢および金沢近郊には高等教育機関も多くありますので、金沢大学や金沢工業大学の皆さんとも連携をしながらしっかり取り組んできまして、去年の3月、金沢 SDGs 5つの方向性を発表をし、1年間をかけ丁寧に事業を一つ一つ進めてきました。そんな中で具体的な行動計画である金沢未来シナリオというものを作り上げ、そのことも評価もいただきながら、今年未来都市モデル事業に選んでいただきました。しっかりやっていかなければいけないと思っています。ただ行政の場合は、日々の仕事の中で行政改革、財政改革を進めていく中で、結果として SDGs につながるというものがあります。
まあ、かっこよく言えばそういう形になりますけれども、別な表面で言えばなかなか目標が見えないというか終わりが見えない、そうなるとですね、やはり現場の職員のモチベーションであったりだとか、もう疲れ、いろんな意味でのメンタルも含めて疲れてくるということにもなってきますので、やはり自分たちの目標の達成状況等が把握できる、そんな環境づくりが必要なんではないかというふうに思っています。先ほど里山、石川県の中でも里山里海をモチーフにして、また IT をモチーフにしてというお話もありました。やはりそれぞれの自治体が考えるそれぞれの町にふさわしい成果目標の設定がなされるということがまず必要になってくるのではないかというふうに思っていますし、その指標についてモニタリングというものを常に意識していくことも大切になってくるんだというふうに思いますし、そしてそれが行政職員だけではなくて、我々で言えば青年会議所の皆さん、国連大学の皆さん、まあ、もちろん市民の皆さんにも分かりやすい形で公開されていくということが必要になってくるのではないかなというふうに思っています。そのことは一人よがりにならないように、関係者そして市民の皆さんにも常に意思疎通を図っていきながら進めていくことが大切になってくるんだというふうに思います。今回各ご登壇いただく皆さんからいろんな形でご発表いただきますけれども、いろんな私もしっかりとお聞きをしながら、またちょっと全部拝見することはなかなか難しいかもしれませんけれども、きちんと報告を受けながら問題意識を共有していきたいというふうに思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。山野市長どうもありがとうございました。はい、それでは早速ですね、基調講演の一つ目に移っていきたいと思います。本日は SDGs とオープンガバナンスということで SDGs のお話を伺う基調講演なんですが、一つ目、ローカル SDGs 指標についての現状と今後の展望ということで、法政大学デザイン工学部川久保俊先生にお話を伺いたいと思います。では川久保さん、お願いをいたします。はい、法政大学の川久保と申します。よろしくお願いいたします。これまで10年間以上ですね、この、地方創生とか、この SDGs を使って、どういうふうに、皆様の魅力を発信できるかといったことを研究しておりました。サステナビリティ×自治体という研究テーマで進めてきていて、 SDGs が出てきたのは2015年ですけど、その時からこの SDGs をどう活用するかということを、研究をしてまいりました。本日25分ほど時間をいただきまして、まあ、このような表題で、話題提供させていただきたいと思います。ローカル SD の推進に向けて指標を活用したモニタリング実施することの意義についてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。もう釈迦に説法になりますけども、最初に SDGs の概要だけ2枚、スライド2枚ほどで、ご説明したいと思います。このように17個のゴール、169のターゲットから構成されるこの SDGs は今世界全体が、これの達成に向けて取り組んでいるところであります。我が国においても産官学民を挙げた取り組みが、ますます活発化しております。世界の共通言語と言われたり羅針盤的な役割を果たすというふうな位置づけであって、 SDGs は今まさにですね、ここに取り組んでいればいろいろなメリットを享受できたり、逆に取り組んでいないとこうふとしたところですね、リスクになったりするような、そういうことも出てきつつあるというふうにもお伺いしているところです。ぜひですね、 SDGs のいいところを活用していただいて、なんかこう厄介なものが来たというふうに捉えていただくことなく、皆様の日頃の、活動の多くがすでに SDGs の貢献するような内容になっておりますので、まあ、そういった形で、今の、ビジネスとか今の行政の延長上とか、今の皆様の生活の延長上にあるものを活用していただいてですね、うまく活用してメリットを享受いただければいいんじゃないかなと思います。ただ延長線上という今表現をしましたけれども、ただ延長に伸ばしていくだけではいけないとも言われておりまして、変革といいますか少しこう変わっていく必要があるというようなところもあるということも言われていたりして、いろいろ難しいところも後半になって実際に動かそうとするとそういう課題にも直面しますけれども、そこら辺のどうやって乗り越えていくかというところについても少しこの後ご紹介したいと思います。
で、この SDGs、世界を良くしていきましょうと、人類と世界が、共存共栄していくための、目標として2030アジェンダと SDGs というのがこう採択されていますけども、やはりこう世界を良くしましょうと突然言われてもですね、なかなか我々にはこう実感がない。そして何をしていいかわからないという形でとっつきにくくなってしまう側面があろうかと思います。そこでどうすれば、我々の自分ごと化できるか、自分たちとしてその SDGs を消化して、行動に移せるかということをいろいろ議論してまいりましたけれども、そのきっかけというか、その鍵ですね、その取り組みの鍵はやはり自分たちの街に、この SDGs を落とし込んでみることだろうというふうに、思いました。それをローカライズと、ローカルな問題に落とし込むというような表現で、SDGs のローカライズっていうふうに海外では言われております。で、その SDGs という17個のゴールを、例えば、皆様の町の、SDGs として捉えたものをローカル SDGs というふうに今言ったりもします。この、まさに地球規模課題を認識はしつつ、でも実際にアクションするのは皆さんの街とか日頃の生活の中で、日頃の ビジネスの中でやっていきましょうという、こういうローカル SDGs ですね、シンクグローバルアクトローカルの、もう精神にのっとって取り組むことが、今求められているのではないかというふうに思っております。で、今、1番の持続可能開発目標の SDGs の概要、すみません、非常に乱暴で2枚で終わらせてしまいましたけれども、ここについてお伝えした通りです。この後の、発表ですけれども、ローカル SDGs に関わる近年の動向、そして今日のメインテーマの一つになってますけど、指標をどうやって使っていくか、整備していくか、そしてちょっと参考情報としてこういうものを、その皆様の参考情報としてこういったものを使って、いただくと少しは楽できるかもしれませんというような負担軽減のためのプラットフォームを今開発しておりますので、こちらについてご紹介したいというふうに思っております。では、近年の動向についてご紹介したいと思います。今日は自治体かける SDGs というところで、政府の出されている実施指針の中でもですね、この地方自治体に関わる部分について少し、掲載してここでご紹介しております。これは2016年12月に出されている政府の SDGs 実施指針というものでありまして、表紙こういったものになっていて、そこから地方自治体の部分を抜き出したものになっています。この青字の部分が重要だと思っていますけども、各地方自治体の皆様におかれましては、すでにいろいろ総合計画ですとか個別計画とかいろいろ戦略とか、策定されると思いますけど、そういった時の策定や改定にあたって SDGs の要素を反映してくださいというようなお願いベースのふわっとした文言が書き込まれていたのが2016年10月の第一版となる実施指針であります。で、この時から、自治体の皆様にぜひ SDGs 達成に皆様もお力をお貸しくださいというふうに書いてあったというところであります。これの実施指針がですね、2019年12月に改定されました。数ヶ月前、10ヶ月ぐらい前ですかね。それを見ると非常に具体的な内容で、こういうこともやっていけませんかっていうようなことがいろいろ書いてあります。例えば、部局を横断するような組織、とか執行体制整備できませんかとか、各種計画への反映、これは従来通りですね。で、ここが重要なんですけども、ガバナンス手法とか確立して、成果の共有として、この SDGs の取り組みを的確に、測定していきましょうと。要は、言いっぱなしじゃダメですよと。SDGs をやるからには、それが実際どれぐらい効果があったのかっていうのを見ていけるといいですね、というようなことが書いてあります。そのための方法として、ローカル指標の設定という、今日の、少し話題の中心になる、こういったものをしていけるといいですね、ということが書き込まれています。他にも、いろいろ書いてあります。例えばですね、一番最後のローカルレベルにおける自発的レビューと。いうものの積極的な実施も後押しすると書いてあるんですけど、要は皆様が、素晴らしいSDGs の取り組みを行ったらですね、それを自分たちの街の中で、終わらせるのではなく、ぜひ皆様はそれを情報発信していただいて、皆様と共有してくださいと。国内で広く共有できれば、その知見がですね、皆様の素晴らしい知見とか成功事例が他のところにも展開されて、結果として日本全体、世界全体に、良くしていくというような流れになるということで、こういった VLR、ボランタリーローカルレビューの略ですけれども、皆様の情報発信もお願いしますということが、この改訂版に書き込まれています。ここで、強調したいのは、SDGs はもうすでに認知する段階から、実践する段階に移りつつあるというところでございます。
で、その認知と実践状況をですね、内閣府の皆様と、少し、調査をさせていただいたので、そちらについて少しご報告したいと思います。2017年度からですね、もうずっと定点的に、調査しております。毎年10月から11月ぐらいにかけて実施しておりますけども、年々こう関心度が高まっていて、回答率も上がってきているような状況です。ここで皆様の、都道府県の皆様、市区町村の皆様に、すでに認知度、関心度、課題とかですね、取り組むことのメリット、こういったものをいろいろお伺いしているというようなことであります。こちらの結果について、簡単にご紹介したいと思います。まず認知度でございますけども、もうこれは皆様こう、多分ご紹介しなくても耳じゃ開くと思うんですけど、今すごく急速に上がってきています。これ2017年度の結果でございまして、このピンク色の 52% と一番最大の部分を占めているのは、存在を知らないというものです。なので、わずか2、3年前までは SDGs なんてわからないと。存在すら知らないというのが半分を占めていました。それが2018年度、このご覧ください、ピンクの部分が 5% まで減っていて、残りの 95% の自治体におかれまして、何らかの形で SDGs の認知というという状況になり、昨年度に至ってはもうほぼ 99.9% の自治体の皆様が SDGs を認知され、さらにその中身についても詳しく知られているというような状況のまで認知度は上がってきている状況になっております。しかしながらですね、取り組み、認知して取り組むには、多少 のタイムギャップがあるようです。次がその取り組み状況の、ご説明ですけども、2017年度、当然まだ認知度も 50%、切ってましたので、推進もしていないし、今後推進していく予定もないというところが最大、で、推進していると回答があったのはわずか 8% でした。それが18年度、19年度と広がってきていて、もうお分かりいただけると思うんですけど、推進しているところと、今推進をまさに検討しているというところを合わせると、大体 40% ぐらいまでは、上がってきていますけども、まだ今まさにこれからよ検討していこうかなと、今着手しようとしているというところが、今これぐらいというような形です。今年も、10月にもうそろそろ、もう入ったのかな、はい、そろそろですね、そういった調査がかかって、この状況がどれぐらい、さらに、前進するのか、そういったところについては、また、年度末までに内閣のホームページで、公開されると思われます。で、これが取り組み状況です。なので、認知の割合と比較すると、やはりまだ取り組みを始めているところは、限定的だというところになっています。これがどんどん広がっていくのが今後期待されます。で、なぜ皆さんSDGsに取り組んでるんですかと、SDGsに取り組むことによってメリット何が得られましたかっていうのを聞いてみました。2017年度、ご覧ください。一番上はですね、わからないと。首長さんがとにかくやってみましょうと言ったので、部署としてはとりあえず対応しますけど、よくわからないと。メリットが何なのかよくわからないというのが最大の回答でした。ですが、年々ですね、2018年度、2019年度と、ご覧いただくとですね、このわからないというのはどんどん下に行っていて、上に来ているのはですね、住民の QOL の向上に資する、それ以外に民間企業や民間団体の皆様との連携強化になると、ローカルアイデンティティ、地元のいいところとか、そういったところを発見につながるとか、そういったところがメリットとして認知されつつあるというような状況になってございます。続いて課題ですね。SDGs 推進する上でどういったものが課題としてあるでしょうかというふうなものをお伺いしましたけれども、行政内部での理解や経験、専門性が不足していると、予算もないと、あとはどこの部署がやるんですかと、これは総合政策系、企画系がやるんですかと、それともやっぱりこれ、環境じゃないのとかですね、そういった形で、どこをやるのかっていうリーダーシップをどこが発揮するのかとか、どこがどう役割分担するかとか、そういったところに認識が下がりますというのが、これまで課題として上がっていたところであります。これは18年度や19年度も基本的には同じのような結果になっていまして、どこの自治体の皆様におかれましても同じように、現場でいろいろな試行錯誤が、されているような状況かと思われます。で、最後に、そういったことを受けて、じゃあどういう支援がいるでしょうかと、いうことをお伺いしたところ、担当者向けの研修や学習機会の提供、それ以外にも今日のようなまさにこういうシンポジウム、ウェビナーでですね、先行事例とか成功事例を共有しましょうと、そういった機会がまさに望まれているものですので、まさにこの事業を得た、企画なんではないかなというふうに、本日感じているところであります。これもやはり、年を追ってもですね、基本的には同じような状況が続いておりまして、まさにこういった情報提供や情報共有が一番望まれているというような状況が続いております。
アンケートとは違うんですけども、過去にですね、統計データで各市区町村の、まあ、実態を見てみたということをトライアルしてみました。これ上から経済が強いところ、社会がいいところ、環境が優れているところっていうのをこの緑の濃さで、表現していて、これ緑色が濃いところが、その経済で強いとか社会がいいとか環境がいいというものをいくつかの指標を組み合わせてやってみたというものになっております。経済についてはご覧いただくと分かりますように、東京とかですね、名古屋とか大阪とか、まあ、こういった新幹線が通っていたり港があるようなところが強いという形 の、 まあ、顕著な結果が見えるかと思います。一方で環境の方はその真逆ですね。この東京とか、まあ、先ほど の大阪とかですね、まあ、この名古屋とか大阪とか、こういった経済が強いところがむしろこう、まあ、環境面で悪いと、まあ、水がちょっと汚れていたり空気が汚れていたり森林とかの生態系が少し破壊されていたりとかという形になっていて、統計データで見てみると完全にこれはですね、トレードオフという形でどっちかを良くするとどっちかを悪くなっているというような実態が見えてまいります。SDGs はご存知のように経済、社会、環境の、まあ、調和の取れた統合的な解決を求めているわけですけども、残念ながら今の現状としてはなかなかそこに至ってない、ようなところが見えてくるわけであります。こういったところを今後どう良くしていくかというところが今、我々のまあ、国で求められているところかなというふうに思います。以上が近年の動向であります。ここからローカル SD 指標、そういったものをどうやって整備しているか、そこについてお話ししたいと思います。世の中は SDGs を認知するフェーズから、実践するフェーズに移っていますということは先ほどご紹介した通りでございます。 PDCA サイクルを回して今、計画にまさに SDGs を盛り込んでいるところがたくさんあると思います。すで、にもうこの施策実行に移っているところもあろうかと思います。今から、そういった自治体さんが増えてきたときに、実際それがどれぐらい効果出ているのか、問題点がなかったか、そういったものをチェックして改善につなげていくという、このサイクルを回す、状況になろうかという段階であります。その際に、この指標を用いた町の実態ですとか取り組み状況の見える化が鍵になってまいります。で、なぜその指標活用が重要かというのを人間の健康診断に、まあ、例えて、まあ理解を、まあ、深めたいと思います。我々人間がですね、例えばこう健康で長寿を全うしようと思った時に健康診断を受ける、わけでございます。その時に指標としてですね、血糖値が高かったりするとちょっと甘いもの控えないといけないかなとか、尿酸値が高かったら大好きなビールちょっと控えないといけないのかなとか、骨密度とかちょっと悪かったらもう少し運動しないといけないかなっていう形で、気づくわけですね。この課題点とかに気づいて、で行動を変えるきっかけにするということになるわけであります。まあ、ここでいうその、まあ、検査項目ですね、この健康診断における検査項目、これが指標であります。これは実は自治体においても同じであります。その町が、今後も、すごく発展するのか、それとも、もうどんどん人がいなくなってしまうのか、そういったことは、そのサステナブルな町であり続けられるかどうかというのは、この、人間が健康診断で健康長寿を全うできるのかと同じで、いろんなところ、例えば環境や社会や経済のいろんなデータを見てみて、あ、ここはすごくいいねと、もっと伸ばしましょうと、あ、ここはちょっと課題があるから、ここは改善しないといけないかもしれない。そういう気づきを与えて、今後のアクションにつなげるために指標が重要になってまいります。まあ、もちろん指標はですね、先ほど市長がおっしゃられてたように、使いすぎたり、こう、過度に負担をかけると疲れてしまいます。ですので、いかにその、まあ、この指標のデータをこう効率的に集めて、その負荷が高くなりすぎないような形で運用していくかというのが重要になってまいります。そこら辺についてこの後お話をしていきたいと思います。で、 SDGs の指標というのはですね、なかなかこう厄介なものでございまして、ちょっとそこら辺について少しご紹介します。 SDGs はご存知のようにゴール、ターゲットの下に232の指標が提案されています。ここではゴール11番のまちづくりを例にしてご紹介しますけれども、まちづくり、まあ、安全で強靭な持続可能都市を作りましょうねっていうのがゴールです。で、ターゲットとしてはスラムを改善しましょうということが書いてあって、じゃあそのための指標としてそういったスラム等に住んでいる都市の人口の割合をデータに取っていきましょうというふうに言われていますけども、日本でスラムに住んでいる人のデータってあるのかというふうに今思われた方いらっしゃると思います。なかなかないんです。ですので、このままでは使えないですよねっていう形になってしまうわけであります。で、このグローバル指標というその国連が提案している、指標をそのまま使ってくださいというのは実は2030アジェンダでも書いてなくてですね、必要に応じて、そのやっぱり地域や国によって、状況が違うことは、国際社会も当然認識しているわけですので、皆様の地域や、国、そういったところに応じてターゲットとか、
指標についてはですね、それぞれ提案してくださいと、保管してくださいということが書いてあるわけであります。というわけで我々もそういった作業をしないといけないということでございます。で、今、ぎょっとしたと思うんですね。それで、うわ、こういったことを全部232の指標について全部やらないのかやらないのかと、ぎくっとしたと思うんですね。こういった形でですね、その例えばスラムに住んでいる人の割合っていうデータはないので、じゃあ日本版にこうローカライズ、日本で使えるようにするためには、例えば厚生労働省さんのホームレスの人口の割合っていうふうにすれば、要は、住宅に困っている、住む場所に困っている人の、データを取りましょうっていうその理念は、ちゃんと生かしつつ、日本で使えるような指標になりますよねということで、こういうローカル指標を作りましょうということをやる必要があるんですけども、232の指標を全部やるのはすごく大変です。そこについて少しご紹介します。失礼しました。これが232の指標です。各ゴール1番から17番で、この丸1個1個が指標になっています。で、この指標を、そのまま日本で使えるのかっていうのを検証しました。その結果はこちらです。あ、ごめんなさい。例えばこのグレーアウトしたものは日本ではそのまま使えません。逆に残っているもの、例えばこれは脳卒中で死ぬ方の割合、心臓病で死ぬ方の割合、こういった健康関連のデータは日本の自治体でもそのまま使えるものもいくつかありますけど、まあ、読み替えなし、とかですね、そういったものをしなければ 5% 程度しかそのまま使えない。国連の SD 指標はなかなかそのまま日本に、ダイレクトに輸入するのは難しいということが分かりました。そこで先ほどのような読み替え等をすると大体 50% ぐらい読み替えられそうだということが我々の研究で、分かってまいりました。でかつですね、例えば先ほどのスラムの案とかこの居住環境に困っている人のデータっていうのは、例えば先ほどのようにホームレスの方の割合っていうデータに置き換えてみたり、これぐらいは最低限住むにあたって面積がいりますよねというその最低面積水準というのがあるんですけども、それ以下で居住されている、大変ご苦労されている方の、世帯の割合、こういったデータって実はあるんですね。なので一つのグローバルの指標に対して複数のこのローカルの指標を当てることが可能なケースもあります。こういったものを、追加し、さらに日本の独自の指標も加えました。例えば平均寿命がゴール3番の健康に入ってなかったりするので、グローバル指標の方にそういったものを加えましょうとか、気候変動のゴール13番のように CO2 排出量が、実は入ってないんですよ、この SD のグローバル指標には。それはちょっとどうなのかということで、日本の自治体で当然気候変動となったら CO2 排出量のデータ取りますよね。というわけでそういったものを加えて200ぐらいの指標を整備しました。これが、政府の内閣府から出ている地方創生推ローカル指標リストというものでして、後ほど検索していただければと思いますけども、まあ、見開きになっていて、左側のページには、SD のゴール、ターゲット、グローバルのインディケーターが載っています。右側にはローカル指標 と、都道府県単位で入手できるのか、市区町村単位でデータが入手できるのか、そういったデータの入手可能性とそのデータ総数が書いてあります。まあ、こういったものをご活用いただけそうな部分はご活用くださいと、これ全部使ってくださいというのは全く書いてなくて、こういったものの中から使えそうなものがあればぜひ、ご参照くださいというふうになっております。ただですね、このリストだけこうどうぞ使ってくださいと言われて、このデータソースだけ見せられてるんですけど、じゃあここ一個一個自治体の皆様がこうアクセスしてデータを集めるのかっていうところがやっぱり大変なんじゃないかなと思いましたので、それをご支援させていただくためにデータベースを我々の方でこう作りまして、これを無償で公開しましょうということをしました。それがこの後ご紹介するローカル SD プラットフォームというものでございます。URL と後ほど、チャットとかの、ところで ご案内いたしますけども、ここにアクセスしていただく と、全国の SD 達成に向けて取り組まれている自治体の皆様の、データとかですね、情報、そういったものを収集できたり、逆に発信することもできるような、プラットフォームを開発しました。こちらについて少しご紹介したいと思います。インターフェースこのような形になってますけども、まず、コンテンツを選択していただきます。コンテンツについては後ほどご紹介します。何を見たいんですかというものを選んでいただきます。その後、どこの都道府県、どこの市区町村データをご覧になりたいんですかというのを選んでいただいて、で検索と押す、まあ、この単純な3ステップです。これで、データが見れます。でこの後、具体的にどういうものがあるのかというのを順番にご紹介します。まずはこの指標データベースです。
先ほど、ご覧いただいた、この SDGs のグローバル指標から地方創生の、ローカル指標というものを作りましたけど、このローカル指標に基づいて、例えば今これ北海道下川町さんを選択した事例ですけど、これ検索って押すと、この下にですね、このゴール1番から17番までドドドドとデータが出てきます。で、ここはすごくいいですねと、ここはちょっと課題がありますねっていうのが一目で分かるような形になっています。で、なんでここはこんなにいいんだろう、なぜここはこんなに低いんだろうと気になったところがあればですね、こうボタンを押していただくと、指標が展開されます。先ほどの、指標に基づいてここはすごいいいですと、ここはちょっと課題がありますというのがすぐ分かるような形で、直感的に見れるようになっています。これが指標データベース、これによってモニタリングできるような仕組みを作ってございます。まあ、これがデータベースです。他にももう少し性的なデータも情報もアップロードしています。例えば、どこの自治体で SDGs を反映した計画があるんですかっていうのを検索したかったとします。これは SDGs 未来都市計画、とかを作っている自治体さんがこういうふうにハイライトされているんですけども、例えばここら辺をクリックしていただいて検索ってすると URL が出てきますので、直ちに皆さんが見たい計画にアクセスできるというふうになっています。これ例えば今 SD 未来都市計画以外にも総合計画とかですね、総合戦略とか、環境基本計画とかいろんな計画があると思いますので、そちらに盛り込み具合が、ここですぐに閲覧できるようになっています。ご関心があれば他の自治体さんがどこを関心あるかというのをご覧いただければと思います。残り、5分弱になってまいります。ちょっと急ぎたいと思います。他にもですね、インタビュー記事というのを掲載させていただいております。SDGs に先駆的に取り組まれている自治体の皆様が、要はいろいろな課題に直面したわけです。その方々がどうやってその課題を克服されたのか、どういうモチベーションで SDGs に取り組んでこられたのかというのをインタビューさせていただいて記事にしております。僕個人的にはここは一番重要だと思っておりまして、やはり自治体の担当者の経験とかですね、知見の共有こそ一番重要で、こういったことが全国に広がれば、あ、なるほど、そういうふうに克服すればいいのかっていうのが、共有されて、どんどんこの SD は取り組みが広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。こちらについては、今後もいろいろな皆様にインタビューさせていただいて、この輪を広げていきたいなというふうに思っております。で、ここまでが我々が集めたデータを公開してただけなんですけども、こういうプラットフォームを作っているとですね、実際に皆様側からもデータを自分たちでアップロードしたいというような動きが出てきました。例えばシンポジウム開きたいとかですね、開くので皆様にこう情報を発信したいとか、我々今回こういう計画を新しく作ったので発信したいという要望が出てきましたので、そういう情報発信機能というのを作りました。皆様の方でアカウントを作られてですね、こう情報発信できます。で、ここだと例えば重点的に取り組むゴールを、何番何番何番って選んで、我が町はこういうことを取り組んでますよとか、こういう考え方で取り組んでますとか、ここでは独自指標、ですね、先ほどの、内閣府が出されている200の指標以外に、私たちの町はこういうものを KPI で定めましたというのを登録もできます。登録するだけではなくて、ここにグラフでありますけども、今、スタート地点はここでしたと、目標値はここですと、今ここら辺ですよっていうことをオープンデータとしてここに登録することもできます。皆さんのですね、取り組みストーリーというのをここで発信することができるというものになっています。例えば下川町さんの例ですけども、下川町さんは、ゴール15番のこの森の町ですと、なのでこの15番を中心にやりますと。で、ただ森は あるだけでは価値を生まないんですけど、12番ゴール12番作る責任使う責任で、この伐採植林クリーン伐採というのをこうぐる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 回しますと。そうするといろんなベネフィットが生まれてきますねと。例えば、森林セラピーということで、居住者の方々の健康に貢献したり、環境教育でゴール4番に貢献したり、例えば、雇用の創出につながったり、ゴール8番ですね、とかクリーンエネルギーに貢献したりとか、で、こういったものが街づくりにつながるというような、こういうストーリーを発信することもできるようなプラットフォームになってございます。他にも大阪府さんの方ではこちらを使った分析をしていただいて、昨年度ジャパン SDGs アワードを受賞していただいているところであったりします。今多くの自治体の皆様に使っていただいているものになってございます。なんかここまでご紹介するとですね、なんかすごいプラットフォームって思われるかもしれないんですけど、実はそんなことはなくてですね、残念ながらこのプラットフォームにできる限界点があります。最後にそれをご紹介したいと思うんですけども、この指標を整備してモニタリングしていく上で我々4つステップがあると思っています。まずは興味の段階ですね。先ほどのような形で自分の街どうなのかなっていうふうにまず見ていただく、これが、ステップ1だと思っています。で、いろいろデータ見ていくと、あれ、ここちょっと我々 の魅力発信できれてないなとか、ここはちょっと違うんだけどなっていうような、そういうデータも見えてきます。そうするとより質の高いデータに対して需要が高まってきます。これがステップ2です。そうするといよいよ、じゃあ自分たちの街でこういう指標を作ろうというような段階に移るんですね。
それが我々は苦労の段階と言ってるんですけど、汗をかく段階ですね。ここになってくると、いよいよどこにデータがあるか、こういう指標を作ろうということを皆様でいろいろ議論して作っていくという感じになります。で、これを乗り越えると、ステップ4として、実際のですね、地域の実情を反映したローカル SD 指標が整備され、エビデンスベースドポリシーメイキング、EBPM ですね、そういったものにもつながってくるというふうに期待しているところであります。残念ながら我々が作ったローカル SD プラットフォームができるのはこのステップ1までです。ここまでは、お手伝いできるんですけども、その先はやはり各地域の自治体の皆様が、各地域 の, その市民の皆様であったり企業現あの地元の企業の皆様を巻き込んで、指標を作っていくということが重要になってくるのかなというふうに思っております。すみません、1分ほど超過しましたけども、今このプラットフォーム、自治体の皆様に使っていただくローカル SD プラットフォームっていうのを作ってきましたけども、今これの企業版とかですね、そういった皆様が使っていただけるように、よりマルチステークホルダー対応に、なるように改修しているところであります。またこちらについても、完成次第、ご案内させていただければというふうに思っております。ご清聴いただきどうもありがとうございました。はい、川久保さん、どうもありがとうございました。グローバル指標から直接使えるのは 5% っていうのはなかなか衝撃的な感じでしたけれども、最後にいろいろ段階を示していただいて、川久保さんのプラットフォームでできるのはそこまでと、第一段階までというお話でした。で、2つ目の、基調講演なんですが、今その国の方でもデジタル庁を作るであるとか、いろんなことをデータ化していこうという動きがあって、大変後押しをされているなという感じがいたします。で、2つ目 の, 基調講演はですね、金沢で活動をずっとされていて、金沢のシビックテックを非常にこう牽引されている、一般社団法人コードフォー金沢代表理事の、福島健一郎さんから、そのテクノロジーによる市民参画、つまり川久保さんの最後のところでステップ2、3と示していただきましたが、そこをどんなふうに取り組んでいるか、そして質問にもあるんですが、金沢市の取り、下川町じゃなくて金沢市の取り組みを教えてくださいよっていうちょっとコメントも来てるんですが、それは福島さんの方からもちょっと一緒にやっているようなところをご紹介していただければなと思います。福島さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと画面の共有を出しますね。よいしょ。あれ、はい、よいしょ。見えてますかね。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。改めまして、一般社団法人コードフォー金沢の代表をしております福島と申します。今日はですね、今ほどお話ありました、オープンガバナンスというものがですね、 SDGs のこの指標モニタリングにどう関わってくるかと、どうして重要なのかというお話を中心にさせていただけたらと思っております。じゃあ早速参りたいと思います。すいません、よいしょ、戻らない、よいしょ。私の、簡単だけ自己紹介なんですが、金沢の方に住んでおります。IT 系、ずっと IT 系の人間でして、今も会社を経営してます。それも IT の会社になります。IT の会社をしながらですね、IT を活用した社会課題解決というところに、興味が出て、後ほど話する、コードフォー金沢という団体を設立しました。それからシビックテックという、領域にかなり、興味があってですね、今もそれの、活動を非営利という形で行っています。その他、オープンデータの活動とか、地域情報化のアドバイザーなどもやらせていただきながら、地域の、情報化とかですね、地域のオープン化みたいなところに、すごく興味があって、いろいろやらせてもらっています。はい。今日のその最初のタイトルになります、オープンガバナンスという部分なんですが、オープンガバナンスとかオープンガバメントって一体何だろうというと、いろいろ定義はあるんですが、ちょっと2つ引っ張ってきました。1つは、オープンデータハンドブックと言われるドキュメントがありますが、そちらの方に書かれている内容をちょっとまとめてあります。それによると、市民にとって、
透明性高く説明責任を果たし市民参画ができる政府を、作っていく、まあ、そういう仕組み作りがオープンガバナンスなんですよというふうに書いてあったりとかですね。あと、国際機関でオープンガバメントを結構頑張って推進している機関の一つである OECD などは、まあ、こんなふうに、まあ、トランスペアレンシー、インテグリティ、アカウンタビリティ、パーティシペーションということで、まあ、透明性だとかですね、誠実さ、説明責任で、まあ関係者の参画が非常に大事、それがベースになっているよというようなことが書かれています。まあ、つまり、まあ、共通しているのは、オープンガバメント、オープンガバナンスという通りにですね、まあ、透明性高い、政府を作ろうということと、それに対してしっかり説明ができて、でなおかつ市民が参画できるような、行政、政府作りをしようと、まあ、自治体作りをしようというところです。で、まあ、こういうお話すると、まあ、すごいねというふうには思われたりするんですが、まあ、そもそもそんなのいるのかなとかいう形に思われる方もいらっしゃると思うんですね。で、まあ、オープンガバナンスで必要なのっていうと、まあ、例えばこういうことなんですね。今回新型コロナウイルスが、あってですね、いろんな対策、政府、行政、まあ、自治体、対策がありました。100点満点で何の不満もなかったという人ももちろんいらっしゃるかもしれませんが、まあ、人によってはこうしてほしかった、ああしてほしかったとか、このやり方は間違ってないんじゃないよとか、こう思われる方いると思うんですね。で、まあ、その思いっていうのが結構、大きな思いとかもあったりしたと思うんですが、そういったものがしっかり行政に届いていて、その思いによってですね、行政の動きが変わったという実感がありますかというと、まあ、そんなことないなと思われる方が多いんじゃないかと思います。まあ、少なくとも私も思うし、私の周りもそういう感じかなと思うんですね。で、オープンガバナンスというのはそういう部分を変えていくところだと思います。今回のやっぱ新型コロナウイルスで非常にこう、影響が強い、こういったものに対して、まあ、市民国民がですね、自分たちの考えもちゃんと示せて、別に全てが叶うとか全て言う通りにしろというわけではないですけど、そういったものはしっかりこう届けられて、それによって変化するというところかなと思ってます。ですので、必要なのかというよりは、もうもちろんあった方がいい、今からの時代の、行政にはあった方がいいというふうに思っています。で、こういった取り組みですね、非常に、有名な、取り組みというか、オープンガバナー、ガバメントというと、やっぱオバマ大統領が2009年にですね、就任した翌日に、トランスペアレンシー&オープンガバメントという声明を発表してるんですね。これ素晴らしいなと思っていて、3つこう項目が書かれてます。政府は国民に責任を果たすために情報をオープンにしなきゃいけない。で、2つ目が、その知見、政府は知見を国民に求めて政策立案において国民の参加を促さなければならないとか、で、政府は組織の枠を超えて官民連携で取り組まねばならないと、オープンするというだけじゃなくて国民の参加を促していって、官民連携で取り組むぞというのを就任して翌日にもう発表していてですね、ここら辺、これが、まあ、アメリカの、まあ、当時のですね、オープンガバメントの考え方で、これが結構、すごくいろんなところでもオープンガバメントの、基本的考えとしてよくいろいろ使われています。で、まさにまあこういうような仕組みが、今必要なんじゃないかと思っています。で、SDGs になぜこういった考えが必要かというと、まあ、今ほど川久保先生のお話でもやはりこう市民の参加のお話があったりとか、地域の指標をどうやってデータで取ってくるのかというお話がありましたが、まあ、ローカル SDGs 実践していくためにはということで、今回のイベントのですね、ホームページの方にも書かれていましたが、地域のデータ取得とかモニタリングについては市民の参加をこう得ながら進めていくことが望ましい、まあ、大事だというふうな考えがあります。やっぱり市民がこう参加していって、データを取っていくとか、そもそもこのデータをモニターして、これでいいのかとか、これではダメじゃないか、まあいいよねとか、こういったことが必要だなと考えているんですね。で、こういう市民の参加を得ながら進めていくって考えるとですね、どうしても、先ほどのようなですね、透明性が高い行政、あと市民共同参画ができる社会の構築は、まあ、不可欠だと思います。極端な話、なんか今どんな状態にあるかもわからないけど、
とりあえず市民の皆さん参加してください、いろいろ考えてくださいとお願いばかりしても、なかなか市民もどう動いていいかも分かりませんし、そもそも動いたからといって自分たちの考えがちゃんと行政に届くのかということがはっきりしていないと、なかなかやっぱり市民としても参加ができない。ですので、市民と参加の協力が不可欠というからには、やはりこういう透明性高い行政づくり、市民共同の参画的社会の構築が不可欠だというふうに思っています。で、こういった仕組みを、オープンガバナンスと呼んでいくとすると、じゃあオープンガバナンス、どうやっていくといいんだろうというふうな疑問が出ると思うんですね。で、真っ先に一番やりやすいし、やらねばならないし、今からでもすぐ取り組めるものと、特にモニタリングの指標としても使えるものとしては、やはりオープンデータと言われるものだと思います。金指さんも取り組まれてますし、石川県は全ての自治体さんがもうすでに取り組まれています。このオープンデータというのは、どういうものかと簡単にご説明すると、国、地方公共団体などの、データを、簡単に利用できるような、そういうふうにしてあるデータです。で、赤字に書いてあるところが特徴的で、営利非営利関係なくですね、二次利用可能なルールが設定されている、二次利用可能になっているというところと、あとコンピューターで利用しやすいようにしたいということもあって、機械判読に適したものというふうな、意味付けがされています。ですので、ただ単にホームページにあるデータを、公開すればいいというものでもなかったりはしています。例えば PDF で、オープンデータで公開するよりは、もともとのデータになっている Excel とか、それに準ずるようなデータの方がいいというような考え方ですね。とにかく、いろんなものを出せるものをいろいろ公開していくというのがオープンデータにとって大事です。で、オープンデータで取り組むことによって、この3つの軸で、役立つことができます。そもそもの透明性高い政府を作ろうという、行政を作ろうというオープンガバメントにも役立ちますし、市民自治ですね、今からお話しするシビックテックと言われるような領域、市民が参加していくという領域にも役立ちますし、企業にとってもデータが無償で利用できますから、当然営利にも役立つということになります。で、今回のテーマであるその SDGs に市民がこうどんどん参画していこう、モニタリングとかその参画していこうというヒントになるものとして、ちょっと今からご説明したいのがシビックテックと言われる世界です。で、シビックテックの定義はちょっといろいろあるんですが、今日ここではですね、私が一番しっくりくるなという定義でちょっと書かせてもらってます。市民自らが、市民が望む社会をですね、テクノロジーを活用して実現するということがシビックテックだと捉えています。で、今回、新型コロナがあってですね、いろいろな、世界中でいろんなこう、パンデミックが起きて、いろんなこう、ロックダウンしたとか、どこそこはうまくやったとか、いろんなニュースがあったと思うんですね。で、その中で非常に、日本でも、大人気にってなったらちょっと言い方が悪いかもしれませんが、非常に有名になった事例で、台湾の、事例をご存知な方も多いと思います。すごく不安も増えてですね、この写真に写られているオードリー・タンさんは、日本でもたくさんの不安がいて、シビックテック知らなくてもオードリー・タンさん知ってるみたいなぐらいにはなったりしています。この方、オードリー・タンさん、今台湾の IT 担当大臣を務めてらっしゃいますが、この方自身もシビックテックをやられている、方です。で、台湾にはですね、この、シビックテックコミュニティとして、GovZero と言われる、G0V と書いてですね、GovZero と言われるシビックテックの団体があります。2012年にできて、で、日本でも有名になった事例というのが、マスクの在庫がリアルタイムで分かるというサービスが、4月頃でしたっけね、3月末だったかな、に作られて、それが、本当に早い、あっという間に作られたというところが結構日本でも話題になりました。で、それを作ったのが企業とかそういうものではなくて、シビックテックと言われるこのガブゼロの人たちが作ったりしているというようなお話ですね。で、マスクの在庫が分かるというサービスは、シビックテックの人たちが作ったんですけど、実は1個じゃなくてですね、山ほどあるんですね。
まあ、ここに写っている画面写真のものはそのうちの1個です。これ実際のサービスちょっと、スクリーンキャプチャーさせてもらいました。こういうものがたくさんある。なぜたくさんあるかというと、市民がそれぞれで必要だと思う形で作ってるからなんですね。で、こういったことがなぜじゃあ日本ではできなかったのかと。まあ、同じことやりたいと思っても、今現時点ではまあできないんです。そもそももうできないですね、日本だと。まあ、なかなか今では難しい。で、なぜできたかというと、まあ、そこが結構大事かなと思ってまして、ちょっと箇条書きで書かせてもらってますが、台湾にはもともと、お話知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、もともとですね、デジタル化が結構進んでいました。もともとマスク、新型コロナウイルスが広がって、マスクの購入には保健所の提示が義務付けられていた。で、保健所には IC チップがあって、薬局はですね、IC チップリーダーを使って、事務の効率化を行っていたんですね。ピッピッと、まあ、どの薬がどの方に買われたかとかも全部入って、まあ、事務効率化をしていました。ですのでマスク買うときには保健所出しなさいというふうになっていれば、マスクをどれだけの誰がどれだけ買ってるかというのが分かるようになるんですね。で、そういうマスク販売に関する、リアルタイムの情報を、まあ、政府としてはだからそういう、行政のお仕事として把握をしていたので、その情報をもちろん個人情報などは公開せずに、CSV ファイルと言われる、まあ、Excel のようなデータでオープンデータとして公開をします。で、リアルタイムに、ある程度リアルタイムにですね、データが更新されていくような仕組み、公開をしました。で、ここで分かるのは、もうそもそも行政のデジタル化が進んでいたということと、すぐこれをオープンデータとして公開しているという、オープンマインドっていうのが台湾の中にやっぱりすでにあって、データが例えばあってもこれ出すの出さないのみたいなことを、それこそ何ヶ月も議論するみたいなことは当然ないんですね。これはすぐ、出すべきだと判断してオープンにしていくと、出しても別に何の問題もないだろうと出していくという、そういうオープンマインドが非常にもうあったからというふうには思われます。ですので、日本もじゃあ台湾の真似をしようって言ってもですね、そんな同じようにすぐやったらすぐ真似できるというものでもないんじゃないかなと個人的には思います。まあ、デジタル化を今から進めていくということと、まあ、オープンマインドというものも作っていく必要があるなと思います。まあ、これが実際のマスクデータで、数日、23日にダウンロードしたものです。はい。まあ、参考までに。こんなデータがオープンデータで公開されています。で、あのデータをもとにして、現在ですね、60以上のサービスが、開発されて掲載されています。まあ、使われてないものもあるかもしれませんけども、まあ、そんなこういうたくさん公開されてるんですね。で、オープンマインドっていうのはここでも生きてきていて、サービス、これリンク50にどうぞっていうのが書かれていてですね、HackMD というサービスを使って誰もがここにサービスを追加できるようになってるんですね。まあ、誰もがちょっと、語弊があるかな、書いてもいいという許可もらった人が書けるという形になっています。で、ですので、なんか企業のなんか、承認を得て、うんぬんかんぬんということもなく、まあ、たくさん、サービスを乗っけれるというふうになっています。はい。まあ、台湾は、まあ、こんな形で、マスクのやつをやっていったというお話です。で、なぜ台湾とか、まあ、シビックテックと言われることは、こういうことができるのかというと、おそらく、まあ、ここら辺は私の、ずっと長い IT のこの、学生時代からのですね、感覚でいうお話なんですが、IT というのはですね、実は昔からオープンで共有するという文化がありました。まあ、少なくとも、私が興味を持った80年代とか、1980年代とかからもうすでにオープンソースと言われるものがありましたし、学校でもそういうものを作ったり使ったりしてました。必要なものは自分で作ってシェアするし、誰でも改良していいよというふうになってたんですね。で、こういうハッカー精神というのが今のインターネットにもやはりあるなと思っていて、これがやっぱり素晴らしいと思っているエンジニアもたくさんいるはずなんですね。で、台湾のシビックテックコミュニティはやっぱりこういうハッカー精神みたいなものをたくさん持たれている方もいるというようなことかなと思ってます。今ここに出ているロゴはですね、すべてオープンソースと言われる、プログラムを無償で利用できる、まあ、オープンに利用できるようなものの、まあ、ロゴが、いっぱい出ています。
皆さんがインターネット使えるのもオープンソースがあるおかげというようなところが大きいです。はい。今の社会を支えているのはオープンの力ですね。はい。で、じゃあ日本は起きてないのかと、シビックテックないのかというと、そんなことは決してなくて、私がやっております Code for Kanazawa というものもあります。Code for Kanazawa は2013年に設立をされました。この時は実は日本で初めてのシビックテック、まあ、Code for のコミュニティとして誕生しています。この後 Code for Japan とか、いろんな、あちこちの Code for が誕生していきます。で今、石川県全域、金沢とついてますが、金沢だけではなくてですね、石川県全域で活動をしております。で、まあ、実際に、使って、シビックテックのですね、作ったようなサービス、いくつもありますが、最も、日本中に広がったものとしては、このゴミなしと言われるものがあります。ゴミに関するデータの利活用ということで、まあ、ゴミ、いつ捨てればいいかはっきりわからないから、まあ、なんとなく捨てちゃうっていうような、まあ、これも SDGs に関係してくるとは思うんですけど、そういうことを防ぐために、わかりやすくゴミを捨てる日、どのゴミが燃えるゴミかみたいなことがわかるようなアプリを作りました。オープンソースとして公開してますので、北海道から沖縄まで100都市以上に公開されている状態で、拡大して使われている状態です。あとですね、新型コロナウイルスがやっぱり広がって、我々としても何かやりたいと。で、我々がやった一個はですね、経済支援になることをしたいねということで、まあ、全国にいろいろ類似のものはありますが、テイクアウトマップ、お弁当とかですね、ああいうテイクアウトマップと言われるサービスを作りました。ただ、行動金沢の作ったやつはかなり情報がリッチといいますか、全国の他のものに比べるとかなり多分リッチで、いろんな機能があったりします。で、これをオープンに公開して、我々の非営利のコミュニティにはぜひ無償で使ってもらって結構ですよというふうにやって、いた結果ですね、このアプリを、今沖縄県の新型コロナ対策緊急応援サイトとしてですね、テイクアウトはじめ4種類のアプリに、転用されて開発されて今もう公開されています。開発に2ヶ月で4個のアプリを2ヶ月でゼロから作るというのは、やっぱりもともとあるサービスをシビックテックだからこそできるというようなスピード感だと思ってます。この開発はですね、Code for Kanazawaのアプリを使わせてもらいながら、地元の Code for Okinawaとシビックテックジャパンという、まあ、全国の Code for をこう、つなげていきたい、まあ、シビックテックをつなげていきたいという団体で共同して開発されました。またですね、東京都が Code for Japan に発注して開発したこの感染者数の可視化のサイト、これもオープンソースとして公開されています。これは全国47都道府県すべてに今利用されていて、運用されているという状態ですね。で、まあ、こういったものが日本でもシビックテックの力で開発をされているというところで、決して日本には全くないのかというと、そういうこともなくやっております。で、まあ、最後まとめなんですが、これからのですね、行政のあり方としては、まあ、市民と共同していくためにテクノロジーが不可欠だと思ってます。テクノロジーを使うことで先ほどの情報の可視化もできるし、例えば SDGs の指標のモニタリングですね、そういったものも自動化したりとか、もしくは簡易に取っていったりとかもできるようになると思います。で、共にそうやって地域を作っていくと。で、まあ、行政が一方的に事業を展開するものも変だし、まあ、市民もこれに対して不満だけ言ってるのも変だなと思っていて、まあ、共同で、地域を作っていくような、そういう時代になってるなと思っています。で、そのためにですね、政府自治体の方は、やっぱりまずテクノロジーを受け入れると書いてありますけど、テクノロジーに対して、ちょっとやっぱり敏感といいますか、過敏なところがあったりするのかなと、なかなか導入難しいと言われるところも多かったりしますが、ぜひ予算の関係もあると思いますけども、できる範囲の中でテクノロジーをどこまで利用できるかということを常に考えていって、効率化を図ったり、市民の参画を促せるような仕組みを作っていってほしいなと思っています。あと、オープンマインドであることも大事だと思いますし、で、オープンデータにしてもですね、出したから終わりではなくて、
どうやって市民に使ってもらえるかということを常に考える、まあ、積極的な利用を促すと、まあ、オバマさんもそう言ってますが、まあ、そんなふうなことが大事だと思っています。で、市民側の方もですね、多くの市民がやっぱりテクノロジーを理解していないと、理解してないというとちょっと語弊がありますけども、IT よく分かりませんと言われる方もやっぱり多くて、そういう方が多かったりすると、やはり IT に対して予算を振り分けようという活動とか、そういう方向性にやっぱり異を唱えていったりもしちゃうと思うんですね。でもやはり 今からはこういうテクノロジーを活用していくということが大事かなと思いますので、ぜひ、技術的な部分も一般の方も理解していただきたいなと思いますし、自らやっていこうという姿勢とか、コミュニティにもどんどん参加していこうという姿勢、あと、まあ、行政との共同をですね、文句を言わずにというか、みんなで協力してやっていくというふうなことが大事かなと思ってます。で、まあ、台湾もそうなんですが、やっぱりマインドセットですね、行政も市民もですね、お互いに、マインドセットを変えて、オープンガバナンスを実現していくということが大事だなというふうに思っています。決してなんか台湾の真似をしたからすぐできるというもんじゃないというのは、私は感じています。はい。でも、すでに土壌はありますので、今からどれだけでもやっていけるんじゃないかなと確信していますので、ぜひ皆さんご参画いただけたらなと思います。で、まあ、最後面白そうだなと思った方はこの QR コードをぜひ写して参加していただけると嬉しいなと思います。 Slack というツールで参加できます。はい。ちょっと駆け足になりましたが、私の方からは以上になります。ご清聴の方ありがとうございました。はい。福島さん、どうもありがとうございました。はい。オープンデータとオープンガバナンスのお話で、それに関して質問もいくつか来ていますので、後ほどのパネルディスカッションのところで、ちょっと取り上げていきたいと思います。で、ちょっと金沢市の取り組みということも、パネルディスカッションのところでご紹介いただければいいかなと思っています。はい。それでは、オープンガバナンスと、そしてSDGs のローカル指標の大切さということのお話を伺った後で、冒頭は申し上げましたが、石川県の加賀市さんがIT を使ったスマート SDGs というところで未来都市の認定を受けていらっしゃいますので、その取り組みを少し紹介していただければと思います。加賀市さん、山本課長、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。石川県加賀市の山本と申します。音声入ってますでしょうか。画面共有させていただきます。今日は加賀市の発表の場をいただきましてありがとうございます。加賀市の方はですね、令和2年度の SDGs の未来都市に選定いただきました。まあ、この未来都市に選定いただいたということは、まあ、加賀市が行っているいろいろな取り組み、これがその方向性が正しいものであると、まあ、そういったようなことが認められたということで、その確信と自信につながったということで非常にありがたく思っております。テーマはですね、官民共同による加賀市はスマート SDGs へということで発表させていただきます。はじめに加賀市の概要を簡単にご紹介しますけれども、石川県の最南端に
位置しております。人口は6万5千人ほどのちっちゃな都市です。写真にありますように九谷焼や山中漆器といった伝統産業、そしてまずは加賀市といえば三つの温泉、山城山中片山津、この三つの温泉の方に年間200人万人余りの宿泊客の方にお越しいただいて、まあ、にぎわいを見せております。そして2023年にはですね、北陸新幹線、これの加賀温泉開業を控えておりまして、これも加賀市が発展していく一つの大きなチャンスになるというふうに思っております。加賀市の今の課題なんですけれども、まずは人口の減少に歯止めがかからないということが一番大きな課題になっております。人口8万人余り、1995年にあったのが現在は6万5千人程度にまで減少が続いておりまして、大きな課題となっております。そして地理特性としまして、まあ、これまでの市町村合併の経緯からですね、市内人の集中して住んでいるところが21の地区に分散して散らばっていると、まあ、他局分散型と呼んでおりますけれども、これが都市運営上の非常に非効率の原因の一つになっていると、まあ、そういった中で、下の方に書いておりますけれども、これまでは消滅可能性都市という、まあ、これは日本創生会議が指摘したものですけれども、このうちの一つに、指摘されまして、まあ、不名誉なレッテルが貼られてしまったという、まあ、そういった課題を抱えております。未来都市の方では、持続可能な加賀市に向けてということで、提案させていただきましたけれども、その柱としまして一つがスマートシティへの取り組み、そしてもう一つが加賀市版 RE100 の取り組み、これらを 柱と位置づけて提案をさせていただきました。まずスマートシティ関連の、まあ、取り組みなんですけれども、このスマートシティ、これを進めていくにあたりまして、昨年8月にですね、加賀市スマートシティ推進官民連携協議会、これを設立させていただきました。このスマートシティ進めていくにあたっては、まあ、行政だけが旗を一生懸命振っていてもなかなか進まないことから、市内の産業団体、市民団体、25団体と連携する体制を整える中で、このスマートシティを進めていきたいという、そういった受け皿的な組織として立ち上げたものであります。そして3月にはですね、スマートシティ宣言というものも行わせていただきました。まあ、宣言というからには、このスマートシティの取り組みをですね、市民に対して、そして市外の外部のいろんな方面に対しても加賀市のこの取り組みを広く発信していく中で、いろいろな注目を浴びながら、いただきながら、協力に進めていきたい、まあ、そういったような思いも持ちながら宣言したものであります。まあ、下の方にちょっと書いておりますけれども、先ほど申しました消滅可能性都市、これから脱却して今後は挑戦可能性都市、これに変貌を遂げていきたいと、まあ、そういったような思いを持っているところであります。具体的な、このスマートシティに向けた具体的な取り組みを少しご紹介させていただきたいと思いますけれども、まあ、このスマートシティというものは、人々が住民やいろんな企業が抱える日常のいろいろな課題、これを技術を取り入れていくことによって解決していく、まあ、そういったような社会です。それによって人口が減少しようと、あるいはいろいろな社会的な逆風が吹こうと、持続可能性を持って存続し続けると、そういった街であるというふうに思っております。まず左側に出ておりますが、ドローン、この活用に向けた取り組みを行っております。まあ、最近はまあテレビなんかでもこの空中から撮影したドローンの映像が流れることもよくありますけれども、例えば物流の分野での活用、そういったものも想定されますし、災害時には空中からその災害現場の確認であるとか、あるいは緊急物資の搬送であるとか、こういったような活用の可能性も秘めております。まあ、加賀市も山間部などを抱えておりますので、なかなか人の移動がしにくいとか、あるいは災害の起きやすい地域とか、まあ、そういったようなところも抱えておりますことから、このドローンの活用なども今後スマートシティの中では大きな位置づけになっていくものの一つと思っております。右側の方の中段には MaaS 書いておりますけれども、 MaaS、 これはモビリティアズアサービス、
移動のサービス化と呼ばれるもので、近頃いろんなところでこの取り組みが進み始めております。まあ、やはり、人が生活していく中ではこの移動できるということ、これがその日常の中で、その張りのある生活を送っていく中では質の大きい要素だと思います。まあ、現在の、まあ、コロナの関係で、なかなかその移動そのものがままならないといったような状況によって、その気持ちの部分でもメンタルの面でもちょっと落ち込み気味になったとか、そういったようなこともありますので、この移動を便利なものにするマース、この取り組みを進めていきたいというふうに思っております。まあ、移動のみならずですね、商業であるとか観光産業であるとか、まあ、そういったようなところとデータでつながることによって、この移動の価値が高まっていくという、そういったような取り組みを進めています。まあ、国土交通省から補助採択を今回受けたこともありまして、今年度実証実験などにも着手したいというものであります。その下、アバターの活用と書いてありますけれども、これは遠隔コミュニケーションができるロボットであります。これもコロナの関係になりますけれども、入院患者が感染拡大防止のために面会が禁止されているという、そういったような医療施設などもあります。そんな中で、このアバターを入院病室に置くことで、患者さんは病室にいながら、そして家族の方は自宅などからこのアバターを通じて面会ができるという、まあ、そういったような取り組みを行ってまいりました。その他、身体障害者施設とか介護施設、そういったようなところにも配置して実験的なことを行っておりますし、市役所の窓口ではアバターを通じた市民相談、そして教育の場面でも、例えば東京の工場などをこのアバターを通じて子どもたちが社会科見学できる、まあ、そういったような取り組みなども始めているところであります。こちらのページの方では、右上のマイナンバーカードの連携した個人認証の基盤作りということで、これも進めております。これは電子申請の仕組みを作ることによって、市役所に来なくてもいろんな手続きができる、いわば要するにその時間が有効に活用できる社会づくりということになると思います。まあ、ある意味市役所に来て手続きをするというのは、市民にとってはもしかすると時間泥棒をされているというふうにも思われるかもしれませんけれども、このスマホ一つで市役所の手続きができるようになれば、そういったようなところでも便利な社会につながっていくというものであります。その下の加賀島 e レジデンシー、こちらの方は最近はこの仕事であるとか、そういった活動の拠点を複数持って行う、そういったような方も増えてきています。そういったような方を加賀市版の仮想の加賀市民として認定することによって、加賀市との関わりも持つ人たちを増やしまして、それで活性化につなげていくという、そういったような取り組みも考えております。人材の育成などにも注力しています。こちらの方は加賀市版の RE100 の取り組みということで、加賀市の方では世界首長製薬やゼロカーボンシティ、これの宣言などをしております。昨年4月にですね、市が 100% 出資の株式会社、そちらの方に新電力の部門を立ち上げまして、市と連携してこの RE100 に向けた取り組みを開始しております。まあ、公共施設への電力供給、これも、まあ、現時点では再生可能エネルギーによる電力ではありませんけれども、この RE100 の電力導入を進めることによって環境面でも配慮をしていきたいという、そういったようなものでございます。このようなスマートシティの取り組み、そして RE100 の取り組み、これを進めていくことによって自律的な好循環、それも市民、企業、いろいろな団体、こういったようないろんな主体が連携することによって、 SDGs の加賀市におけるスマートシティの SDGs の姿を作っていくという、そういったようなことで取り組みを行っているところであります。
早口になりましたけれども加賀市の取り組みは以上でございます。ありがとうございました。はい、山本さんどうもありがとうございました。大変いろんなたくさんの取り組みをされるのだなというふうにして聞いておりましたけれども、山本さんはちょっとディスカッションの方にはご登壇されないので、私の方から一つだけちょっと質問をさせていただきたいと思います。いくつか似たような質問を参加者の方からいただいているんですが、その市民の参画、今最後のスライドで多様な方々と進めていくというようなことがありましたが、そこで何か課題あるいは皆様にこうシェアしたいような達成したようなことがあればどちらでもいいのですが一つだけお聞かせ願えればなと思います。スマートシティの取り組みですけれども、これは先ほどもちょっと申しましたけれども、市役所だけがいろいろ一生懸命になってもなかなか浸透しが進まないということで、その官民協議会を立ち上げました。ただこの官民協議会も固い会議で繰り返していてもあれなので、今後はワークショップのような形で市民の方からも日頃感じている声をお聞きする、そして市の方からもこのスマートシティの取り組みなどを丁寧に説明していく、そういったようなことを繰り返し重ねていかないと、特にこのスマートシティとかその先端技術的なことをいろいろ技術的なことを申していてもなかなか理解は深まっていきませんので、そういった場を重ねることによって、企業、市民、行政が一体となっていける、そういったような場作りをしていくことが今後大事になるのかなというふうに思っております。ありがとうございます。まさにこう福島さんが最後におっしゃったマインドセットを変えていくというところをやられているんだなというふうに思います。はい、山本さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではここからですね、最後の終了時間まで、ご登壇いただいたお二人と、国連大学研究員の高木コスモさんに入っていただいて、私がモデレーターを務める形でパネルディスカッションというふうにしていきたいと思います。はい、ではですね、まずですね、2つの基調講演、そして、1つの事例を紹介があったわけなんですが、ここで、高木さんに、高木さんは、自治体の職員でいらしてっていうところで、経歴はチャットの方で紹介させていただいていますが、とても多く今 SDGs の自治体の取り組みにたくさん関わっていらっしゃるっていう立場から、2つのその持続可能な都市を目指す、あるいは市民参画とか民主的な参画を目指すという取り組みがこう非常に今クロスオーバーしているなっていう感じがあるんですが、その2つと事例などを聞いて、まずどんなふうにお感じになったか、お聞かせ願えればと思いますが。はい、ありがとうございます。聞こえますか、僕の声。すいません。聞こえます。ありがとうございます。3つちょっとお話をさせていただきたくてですね、まず冒頭2つは加久保先生のですね、お話に関連するんですけれども、ローカル指標のお話をいただきました。非常に画期的な取り組みだと思います。でこのローカル指標なんですが、おそらくこのローカル指標という言葉も私は2つ1つではそもそも意味がないんじゃないかなっていうのがあって、後ほど議論したいんですけれども、他市と比較するっていう性質のローカル指標とですね、もう一つその自治体の中での進捗とかそういったものを測る性質と、2つあるような気が、しています。で1つ目のですね、他市と比較するという意味ではまさに全国一律のですね、その指標でローカル SDGs プラットフォームのデータベースを活用することでですね、自分たちの自治体がどのような位置づけに日本の中であるのか、そういったところがすごく認識できるというのがございます。でもう一つのですね、自治体の中で独自に指標を例えば設定して重点課題とかそういったものも自治体によって違いますので、独自に設定した指標っていうのもおそらく今後進んでいくんじゃないかなというふうに思っています。でその場合なんですけれども、行政が直面する課題っていうのも、2つ目の話題でございまして、おそらくデータをですね、取得できるものとできないものがあるっていうのは、これはもう当たり前の話だと思うんですが、データをどのくらいの頻度で
取るのがいいのかっていう、まあ、課題もおそらく出てくるだろうなと思います。というのはですね、あの指標とかゴールもちろんターゲットもそうなんですがによってですね、まあ、一番こう良い適切な頻度とかですね、どういった規模でデータを取得していくか、こういったところも違うので、そのあたりはおそらく行政が今後考えていかなければならないところかなと思います。でもう一つがですね、行政の中でそのデータを取得するということが目的化してしまう可能性があると、危険性というふうな言葉にもなるかもしれません。データを取ることで、まあ、満足して終わりになるのではなくてですね、その取ったデータで福島さんのお話にもありましたけれども、どういうふうにこう使っていくか、まあ、政策を改善していくか、そういった使い方も、考えていかなければならないなというふうに思います。で3つ目最後です。これは福島さんのお話に関連するんですけれども、 SDGs はそもそも行政だけで達成できるものではないっていうのは、もうこれは皆さんご存知の通りです。でデータの話に戻ってもですね、例えば交通量のデータもですね、市内の、まあ、公共交通事業の事業者の力を借りなければ、まあ、行政だけではそもそもデータ取れませんし、市民の協力を得ないと取得できないデータっていうのももちろんたくさんありますので、そのあたりのところで市民と一緒に、データを取っていく取り組みっていうのは非常に今後画期的というかですね、必要になってくる、そういうふうに思います。でその中でおそらくデータを取得する中でですね、参加者の行動とか意識も変わっていって、うん、SDGs に対するこうなんて言うんでしょう、行動も多少こう変容があるんじゃないかなというふうに思います。というところで、まあ、3つですね、指標のお話 と、行政が、まあ、直面するであろう課題とですね、もう1つ、まあ、SDGs はそもそも自治体だけでやるものではないというお話、はい、させていただきました。ありがとうございます。ではですね、まず川久保先生からまず福島さんのお話を聞いて、どんなふうにお感じになったかっていうのを聞きたいなと思うんですが。はい、どうもありがとうございます。まず福島さんとはですね、この前回 のこのコアメンバーでミーティングでお話お伺いした時もやっぱり感銘しまして、私が扱っているのはあくまでもこう各省庁が取っているような統計データを、まあ、こう少しこう編集して出す程度でしかないんですけども、やっぱりこう福島さんの場合はこの地域に根ざして市民の皆様と一緒に共同で作っていこうという姿勢そのものがもうまさに SDGs ですし、それをですね、まあ、最近のまあ、このテック、シビックテックというその、まあ、テクノロジーもうまく活用しながら、その負荷をですね、減らしながらそういったものを両立させていくというところは本当に素晴らしい取り組みですし、日本のいい事例としてこれが逆にこう世界にですね、こう発信できるようなそういったところで先進性もありますし、まあ、まさに日本の、あれですね、プレゼンス向上、そういったところにも貢献できると思っておりますので、ぜひ SDGs の、その、まあ、共通言語たる性質を利用してですね、これを金沢から全国からこの世界にっていうふうに広がっていくと、本当にその、まあ、素晴らしい取り組みが世界中で共有されて、いい形になるんじゃないかなというふうに期待しているところです。本当に大変面白く今日拝聴させていただきました。ありがとうございます。川久保さん、ありがとうございます。そうですね、まさにそのシビックテックの中で SDGs を読み込んでやっているコミュニティ、シビックテック、コードフォー金沢とかコードフォー何々っていうのがあるんですけど、その中で SDGs を読み込んでやっているところは多分金沢が一番大きいのかなというか、トップランナーなのかなという気がしております。では福島さん、ちょっと SDGs のローカル仕様っていうのをがっつり聞いたのは初めてなんじゃないかと思うんですけど、どうお感じになりましたか？ありがとうございます。そうですね、がっつり確かに聞いたのは初めてで、もうその今日の川久保先生の発表の中でも、リストがこうもうすでに作られていて、で実は私恥ずかしながらその、リストを細かく見たことがまだなかったりするので、まあ、早速ちょっと見てみてですね、その項目のものによってはそういうシビックテックの力で関与できるものも多分あるのかもしれないと思うので、まあ、そういったところから始めてみるのもいいなというのは感じはしました。はい、あとやっぱり
ローカルの SDGs が大事なんだなっていうのは今日のお話の、グローバルから落ちてきてその指標を使えるものがあるのかとほとんど使えないんですっていうのが、うん、あんなに使えないんだっていうのをちょっと数字で見て初めてちょっとびっくりしたっていうところもあってですね、やっぱりそう思うと、SDGs ってやっぱりそのローカル、まあ、各地域が大事だなっていうのを改めてちょっと感じてます、うん、はい、ありがとうございます。私も国連の場とかでそのローカル SDGs が大事だっていう議論を、まあ、国際的な場でも聞いてたんですが、その 5% しか直接使えないっていうのはすごく衝撃で、まあ、半分も読み替えて使うっていうところがはっきりこう聞いたのはなかなか衝撃的というか今日の大きな発見だったなという気がしています。はい、ありがとうございます。はい、質問の中でなかなか示唆に富むものもいろいろあるんですが、まあ、SDGs って自治体で言えばこれまでやってきたこととはそんなに自治体という取り組みというのは包括的なので変わらないんじゃないのっていう、でそれを自治体の人はそろそろ分かり始めて いるものの、それを市民の方あるいは住民の方に説明するのがとても多分ご苦労されているんだと思うんですね。でそういった時にどんなこう仕組みだったりこう住民の方との共同を進めていくヒントになるものがあるかなというふうに思いますか。なんか多分福島さんの方がそういうこう常にシビックというか市民の方の課題と向き合ってらっしゃるんで、そういう知見終わりかなと思って福島さんから伺いたいんですが。はい、そうですね、シビックテックをやっていく上でそういう課題を解決していこう、シビックテックって何ですかって聞かれたとき、一番短く簡潔に答えるときは、テクノロジーで社会課題を解決することです、地域の課題を解決することですと一言で言うと、ああそうなんですねって言ってこう分かりやすく伝わるんですね。でそういう意味で集まってきた皆さんは結構そういう自分で、こういうことが困ってるという課題があって、それで集まってこられるんですね。だから SDGs っていうのを知らないでもちろんやられている方も多いし、全然そういう領域のことを知らないという人も多いんです。でだから何て言うんだろう、知らなくてもやれるっちゅえばやれるかなとは思います。何言いたいかというと、 SDGs ってやっぱ知らないけど SDGs っぽいこといっぱいされてるシビックテックコミュニティの人たちはもちろんいっぱいいると思うんですね、うん、はい。ただ、行動カラーザーとして SDGs いろいろ一緒に、OUIK さんとも一緒にやらせてもらいながらやってるのは、なんか今までなんとなく社会課題の解決、地域の課題解決だってやってたんだけど、うん、せっかく SDGs というですね、やっぱ枠組みがこうできてって、まあ、今日川久保先生の研究で 5% しか使えないんだろうからではってことはまあ出てはきましたけど、今読み返していってどう使うという形で分かりましたけど、それでもああいう、種類に分けられて指標みたいのが出ていて、ってあれと体系化されてくるとやっぱり、的確にこう課題解決迫れると思うんですよね。どの領域が手薄かも分かりやすいし、でなので、まあ、なんかちょっと答えになってないかもしれないですけど、私としては今後も SDGs っていうものはコミュニティの中では紹介させていただきながら、できればそれに体系立てて活動しての、こういうシビックテックの力も使っていきたいと。でそのためにまあ自分ごとというかやりたい、それに参加したいと、自分でやりたいと思う人の意思を尊重して、まあ、SDGs に組み合わせて何かやっていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ川久保さんはいかがですか。
はい、SDGs はですね、こう気づきを与えてくれるツールだと思うんですね。17個のゴールっていうところから、自分の活動をこう振り返ってみると、あ、こういうところは自分たちの強みで、ゴール何番に関連する取り組みとして十分できてるなっていう気づきを与えてくれて、そうすると、あ、我々の、日々の活動とか、仕事とかですね、そういったものっていうのは、世界のとか地域を良くすることになってるんだ、つながってるんだっていうふうになれば、やっぱりプライドといいますか、シビックプライドも上がると思いますし、自分のこう取り組みが正当化しやすくなるという、その気づきを与えてくれると。一方で今のはメリットの方を話しましたけど、課題も見えてくると思うんです。こういったところまだできてなかったなとか、視点として落ちてたなっていうような気づきを与えてくれて、今後はじゃあもう少し幅広くやってみようかなっていうふうに展開することもできれば、逆にですね、もうここがとにかくうちの強みだから、ここだけに注力しましょうっていうような、戦略はそれぞれだと思いますけども、そういった形で次のアクションにつなげていく上で、一回自分たちの活動を振り返る時のまずツールになりうるという、その気づき発見のツールだというのが一つです。で、今度ですね、ひとたびそういう行動を起こしていろいろ成功ができた時に、当然それを発信したくなると思うんですね。で、発信して共有すると、それが、いろいろ、全国に広がっていくと。例えば今回もコードフォー金沢の取り組みが素晴らしいということで、コードフォージャパンになったりとかしていくのと同じで、自分たちの取り組みを効果的に発信する上で、SDGs というこの共通言語と言われるところのゆえんなんですけど、要は皆さんこれ取り組んでるわけですから、あ、なるほど、ここのゴール何番に関連する取り組みでこんなにいいやり方があるのかと、これは気づかなかったけど、これはなかなか面白いなっていうふうに他の人が見たら思うはずなんです。今回の Code for Japan 金沢の取り組みで、なるほどと、イノベーションとかゴール9番に関連する取り組みと、ゴール17番のパートナーシップで解決しましょうというゴール9番とゴール17番を、連結させると、こういうやり方があるのかとかっていうですね、形で、皆様に、効果的に情報発信できるっていう意味で言うと、情報発信ツールでもありますし、でそれを機に他の方々が、その例えば福島さんのところにこれ教えてくださいみたいな形でコミュニケーションが始まって、コミュニケーションツールにもなりますし、福島さん側からすると逆にこう情報発信だけじゃなくてブランディングにもなるわけです。というわけで、気づきを与えてくれる発見ツールでもあり、コミュニケーションツールでもあり、ブランディングツールでもあり、使い方によって非常にメリットがあるのが SDGs かなというふうに思っています。そこはやっぱりですね、いくらこう、こう言っていても、実際にやってみて初めて気づきます。僕も SDGs 最初、実は2015年の1年前に、来年こういうのが出るよっていうのを、僕の恩師の村上修造先生から教わって勉強し始めたときは、どうしてもやっぱりふわふわしててですね、なんか17個のゴールが出ると言われても、だからなんだっていうような感じだったんですけども、自分が研究で使い始めてみて、自分の研究室のホームページにも SD のゴール何番に関する研究はこういうものをやってます、ゴール何番に関する取り組みはこういうことをやってますという感じで、これは皆様の健康維持増進するような住宅に関する研究ですよと、こっちは皆様の教育に関連するゴールですよというような、そんな形で発信し始めると、実は企業様からの問い合わせもバーンとその的確に来るようになったんですね。今までは自分たちの活動がなんかいろいろやっててよくわかんない研究室と思われたのが、その17個に整理されたことによって、あ、なるほど、ここはこういうことやってるんですねっていうのがパッと分かると。で、そういう関係者の皆様とつながるパイプが非常に作りやすくなったなっていうのを最近実感しているところであります。ごめんなさい、ちょっと長くなりすぎたので一回、非常に強力なツールですので、ご活用いただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。まさしくそうで、今質問の中で未来都市に選ばれたんだけれども、住民の方と共有ができない、あるいはその今まで通りやってればそれでいいんでしょっていう人もいるっていうところなんですが、こればっかりはその口でお伝えするよりもまずやってみていただきたいと思います。で、その発信力、つながる力、ご自身も学べる機会が増えるということは、本当にやってみないとその SDGs の、大きな発信力とかね、そういうツールとしての力強さっていうのを実感できないのかなと私自身も非常に思います。で、今日もこうやって金沢からの発信を実は SDGs でってやると、やはり全国の方が聞いてくださるということで、ここでもやはり全国レベルの学びが今生じているんだというところで、きっと同じことはみんなどの自治体さんでもできるということで、ぜひこういったことをみんなでやれていけたらいいんじゃないかと
というふうに思って今川久保さんの話を聞いていました。はい、では高木さん、同じような感じなんですが、その住民を巻き込んでいく、あるいはその例えば総合戦略だけでは住民は自分ごとできないんじゃないですかというようなちょっと質問もあったりしますが、その辺住民がその指標を作り出していく過程とか取り組みというところで、実は高木さんと私とまあ、地域の金沢大学の先生も入って、実はちょっと住民が SDGs の指標をちょっと作り出す試みということをやったんですが、その辺のあたりをちょっとご経験をお話しいただけますか。はい、ありがとうございます。2019年のですね、2月から3月にかけて、まあ、昨年なんですけれども、能登にある珠洲市でですね、能登 SDGs ラボというですね、産官学金のプラットフォームがあるんですが、そちらに住民の方も含めて参加していただいて、ローカルな指標を自分たちで作ってみようという、まあ、ワークショップを実際にやってみました。で、やはりその SDGs の理解っていうところを、まあベースにするとですね、どうしてもそこに時間がかかってしまうというところもあって、我々の研究の中でもそこは難しさを感じました。SDGs を理解するまでの時間の方が、指標を設定するための議論の、前段階で相当時間がかかってしまうとか、まあ、そのあたりのやはり難しさはやっぱり感じています。でただ先ほど川久保先生もおっしゃったように、世界が、共通して同じフレームワークで同じ目標に向かっていってるっていうことを、まあ、参加者も理解していただいて、共通のゴールに向かっているっていうところさえ、このディレクションというか方向性さえご理解いただければ、まあ、すごく SDGs っていうのは使えるツールだろうなというふうに思います。で、私からちょっと一つ申し上げたいのがですね、SDGs も説明責任と、改善と2つおそらく方向性があると思ってまして、皆さんがよく言うその後付けで自分たちの活動に、まあ、SDGs をタグ付けすればいいんじゃないかっていうお話もあるんですけど、それはおそらく説明責任を果たすには、まあ、それで十分だと僕は思うんですけど、もし地域を良くしていくとかですね、政策を改善する場合は、あ、ジェンダーっていう視点はうちの町にはなかったねとか、その政策をアップデートしていくような視点っていうのも SDGs 使えるツールですので、ぜひそのあたりは住民の方と一緒に、はい、やっていければなというふうに思っています。そうですね、ありがとうございます。質問者の中から例えば、幅広い層に SDGs を普及していくのはとてもいいことですが、その全員が全員指標に縛られてこうひいひい言うというかね、大変な思いをするのは大変な、弊害だと感じていますというようなコメントがあります。でそれは確かにそうなんですが、今高木さんがおっしゃったところは大変にまとえていて、やはりそのやっていることを客観視するということに加えて、やれてないことをしっかりチェックリストとして見るというところはあるのかなと。特に日本が弱いところ、そしてまた地方創生の鍵でもある、まあ、女性活躍であったり多様性の確保というところで言うと、SDGs やれるところだけやればいいんだよじゃなくて、やっぱりきっちり各全方位を抑えたいなというところはありますよね。はいはい、じゃあちょっとそのすごくシンプルな質問も来て いて、でも多分意外に皆さんは一般の方はなかなか聞く機会がないんじゃないかと思うんですが、川久保先生にご質問で、日本で設定したローカル指標はそもそも国連で認められていて、国連 SDGs の指標として扱われるのでしょうかということなんですが、このあたりちょっと川久保先生も高木さんもご存知だと思うんですが、どんな感じになっているのか、全体の状況をちょっと教えていただいてもいいですか。私からで大丈夫ですか。はい、お願いします。ですね、そもそも先ほど2030アジェンダの方を、もしお時間があればご確認いただくといいと思いますというふうなことをちょっとだけお伝えしたと思うんですけど、SDGs っていうのはですね、皆さん日本だと SDGs の17個のゴールのとターゲットだけを読む方が多いんですけども、そもそも2030アジェンダという国連の文書のやっぱり1パートでしかないんですよね。30ページぐらいある国連文書のうちの10ページぐらいが SDGs なんです。でその残りの20ページを読むと、あ、 SDGs ってこういう位置づけなのねっていうのが分かるんですけど、そこに
指標についてはこう書いてあります。各国、がやっぱりフォローアップするときにそういったインディケーターを、ご活用くださいと。ただし先ほど申し上げますけど、それぞれの国とか地域によって事情が異なりますので、まあ、補完的に新しいものを提案していただいたりしながら作っていってくださいというようなことが書いてあって、今回、内閣府の方から出されているような指標のリストはあくまでもそういった補完するものとして、提案されているものであって、あれを国連で正当化させるような、動きにはなっていません。あくまで日本ではこういうふうにやりますよというような形で、提案されているものになっています。で、VNR というボランタリーナショナルレビューというのがあってですね、日本ではこういうふうにいろいろ取り組んでますよというのを定期的に数年に1回国連のニューヨークのハイレベルステージフォーラムという場所で、各国の政府が取り組みを発信する際に、日本ではこういうことを取り組んでますとやるときに多分そういった紹介がもしかしたらなされるかもしれませんけど、いずれにしろこの日本で設定したローカル指標が国連で認められるといった類のものではないということだけ、ご認識いただければと思います。で、今回はローカル指標は自治体さん向けの指標を、あちらでは、提示してますけど、例えば企業さんが独自に、我が社のビジネス SD 指標というのを設定したりとか、市民の方々が、市民の、指標という市民指標とかですね、町民指標とか村民指標というか、そういったものを作っているような事例もあります。ですのでやっぱり自分たちが SDGs というようなものに対してどう貢献したいか、そこの部分をどう効果を発信していくかによって当然設定する指標というのはそれぞれ違うはずなので、そういったものは、ちょっとあれが全てではなくて、むしろあれは本当にたくさん設定している指標の本当に一部でしかありません。高木先生が先ほどおっしゃられたように共通指標と独自指標で他の自治体さんと比較する際に、統計データを取っていれば当然全国のデータありますので、そういったところで比較しうるときに自分たちの町の強みとか、課題点を発見するきっかけだけにしか使えない、ものになってますので、そこは、ご認識いただけるといいかなと思います。ですので、重要なのは独自指標です。自分たちの町の、指標を作っていく。先ほどの内閣府のやつは本当に使えるものはちょっと使っていただくっていうのはいいと思うんですけど、ほとんどがなんていうんでしょうか、どちらかというと、全国のデータですし SDGs に紐づいて作ったので、ちょっとこうもう日本ではこの指標はいいんじゃないのっていうようなものもかなり多いんですね。なのでこうやっぱりこの金沢の重点的な課題はここですと、それに対してそれを効果的に発信するための指標はこれですっていうようなものをやっぱりこう汗をかきながらですね、市民の皆様と一緒に作っていく必要があるかなと思っております。あともう一点だけ、すみません、申し上げるとするとですね、申し添えるとすると、重要なのは共通指標もそうなんですけど、他の自治体さんと比較することではないんです。私はランキングとかを作るのはあんまり、好んではなくてですね、今全国のデータがあるので、一瞬でランキング作ろうと思えば、1位はこの指標についてはここですというのは作れるんですけれども、そういうことが重要なのではなくて、あくまで例えば金沢市さんの2015年と2020年比較したときに、あ、こんなに良くなったねと、あ、これはやっぱり市民の皆様と一緒にやったから、こういう効果が出てきたねっていうような形で、自分の町の前後比較、とか、そういった形で使っていただくのが本来の一番いいところなんじゃないかなと思っております。そういった形で皆様で作ったものを皆様でこう見ていくっていうようなことができればいいなと思いますし、その際に、先ほどのシビックテックみたいなテクノロジー活用して、なるべくそのデータを集めるところの苦労をですね、こう軽減しながら、それこそそのデータを集めて運用していくフォローアップのところもサステナブルな仕組みを作らないと、これも武田先生がおっしゃってますけど、データを取得することが目的化してしまって、そこで疲弊して止まっちゃうので、そうならないようなサステナブルな仕組みのフォローアップの仕組みが必要なのかなと思います。ありがとうございます。まさに今日はちょっとパネリストの中に金沢市の方が入っておらず、まあ、私がちょっと勝手に喋っちゃうのもよくないんですけれども、まさに金沢市は今から未来都市ということで、まあ、取り組みの見える化を進めて、行くんだと思うんですね。で、当然福島さん、そして高木さんにも関わっていただいておりますが、福島さんはそのこれから金沢市、今日のそのシンポジウムのテーマって、まあ、自治体がどう変わるかっていう、割とこう何をするかって話じゃなくて、どう変わるかっていうところだと思うんですけども、金沢市にどう変わってほしいと思いますか？
言える範囲で。言える範囲で。いや、純粋に本当に、希望としては、今も金沢市さんはもちろんオープンデータもされてますし、うん、シビックテックに対して、かなりこう理解のある、まあ、ご挨拶で山野市長もご挨拶されてましたが、まあ、市長も含めてですね、シビックテックにすごく理解のある都市の一つだと思います。で、まあ、そういう意味では、そういう部分は進んでいるなとは思うんですけど、やっぱり、町内全体として見たときに、もう少し、オープンガバメントとかですね、まあ、そもそもオープンデータもちろん出してますが、オープンデータを、まあ、どん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 より出していく、そのためには町内がデジタル化していく仕組みも必要でしょうし、そういうデジタル化をしていく、デジタル化をすることで市民にどうやって参画してもらおうかとか、そういったことをやっぱり考えていく必要があると思うんですね。で、それのためにも、さまざまなその、市の中には、担当課が、まあ、原価といわれる、まあ、担当課がたくさんあると思いますが、例えば市民共同の担当している課とか、情報政策を担当している課とか、まあ、さまざまな課があると思いますけど、そういったところが、まあ、今回のこの SDGs という枠組みを使ってですね、ぜひこう連携していただいて、オープンガバナンスと市民参画をやり遂げるために、そこに関わる、ノウハウ、リソースを結集してですね、取り組んでいただけたらなと。そうじゃないと、なかなか多分、結局バラバラで、噛み合わないっていう動きになりかねないと思いますので、ぜひ今回のこれを聞いてもいいですし、はい、まあ、このモデル順位を選ばれた、未来都市もなった今回この機を生かして、ぜひそういう実現を目指してほしいなとです、はい、まあ、そこが私の、すごく金沢市に対して思っているところですね、はい、ありがとうございます。おそらく中にテックの人と入って、まあ、様々に共同されている中で、伺う感想なので、とてもその経験に基づいて示唆に富む ところだと思っていて、と同時にそのおそらくこれどこの自治体さんにも言えることなんだと思うんですね。で、じゃあそれをやり遂げるために何が必要なんだろう、どういったことをアクションがあるんだろうっていうところで、ちょっとその高木さんに聞いてみたいんですが、どうですか、自治体さんの中にはやっぱり横断的に SDGs 推進室を作っていこうみたいなところもあるし、とてもその首長さんがこう上からドーンとおっしゃってるところもあれば、あるいは北九州市さんのようにこう環境がとても強くて環境課がやってるよっていうところもあると思うんですが、どうでしょう、こういう自治体がオープンデータ、オープンガバナンスをやっていくときに、こうどんなふうなこう戦略というか戦術というかがあると思いますか？はい、ありがとうございます。ですね、行政がそのやっぱりそのデータをなかなか外に出すのが難しいっていうふうに考えている自治体の方も非常に多いと思うんですけれども、その考えを一旦ですね、ちょっと置いてですね、まあ、市民の方と一緒に指標を作り上げることで SDGs の、まあ、達成には近づく可能性というのは高まると僕は考えているので、まあ、そういった可能性をまずこう考えていただくというのが初めの一歩かなというふうに思います。で、そのステップとして先ほど川久保先生もおっしゃってくださいましたけれども、自分たちの自治体が、どの位置づけにあるのかとか前後で比較するとかそういったことを考えた上で指標を作るってすごく自治体にとって霧の中を進むようなですね非常に難しいことだと思うんですが、それをせっかく川久保先生たちがですね内閣府のオーソライズされた、ローカル指標っていうのを作ってくださってますので、まずはそれを皆さんご覧になっていただいて、自分たちの独自の指標をいきなり作るのも、まあ、別に止めはしませんけど、まずはやっぱりそういったところをきちんと把握してですね、どういった方法を取れば、そういった指標を作っていけるのかっていうのをきちんと把握するっていうのは大事だと思います。で、一番最初にやっぱり覚悟先生たちがこう旗を振って進めてくださってますので、一つの自治体だけでは絶対こう SDGs っていうのは達成できませんから、まずもうすでにあるこの SDGs のローカルプラットフォームっていうところに自治体で協力をして、はい、みんなで自治体100、1700以上ありますが、まあ、みんなで協力して進めていくっていうことが大事だと思います。
はい、ありがとうございます。川久保先生 のプラットフォームはあれですよね、今度取り組みもこうアップロードできるようになったっていうところで、ぜひその各自治体さんの今日のテーマに沿うようなこんな風に変わったとか、こんな風なことができたっていうのを交換できるような場になったらいいですよね。ぜひそうさすしていただきたいなと思っております。今少しですね、はい、そういったニーズがやっぱり多くなってきていて、先ほどもスライドのどっかでお伝えしたんですけど、ボランティアローカルレビューっていう動きが出てきてるんです、うん、で自分たちの町ではこういうふうに市民の皆様と共同してこういうふうにうまくいきましたっていうのを、おそらくこう、まあ、社会発信することはだんだんそういう流れになってくることは予測されています。これは日本国内だけじゃなくて国連の、まあ、セッションになるぐらい今盛り上がりを見せているので、おそらく日本国内でもそういった自治体さんのいろんなところの取り組みが、徐々に発信されてくるようになると思いますので、そういった時にご活用いただけるといいなと思っております。あと1点だけすいません、指標もですね、先ほど、高木先生からご紹介いただいた共通指標っていう他の自治体さんと比較する性質のものと、独自指標っていう要は自分たちで作るものっていうような分類の方法があったと思うんですけど、多分それに似てるんですけど、ちょっと違う見方ありますっていうのだけ少しだけご紹介すると、状態量を、見るストック的な指標とですね、今こう変わりつつあるっていうフローっていうか、この努力で今こういうふうにやってますっていう指標があるんですね。で今このローカルスリープラットフォームに出してるのはどちらかというと状態量を評価しているような指標が多いんです。なので例えば水が今これぐらいきれいですとか、空気がこれぐらいきれいです、ゴミの排出量がこれぐらいですっていうその状態量を見てるんですけども、それではなくてやはり自治体さんが皆様がですね、市民の皆様と一緒に巻き込んでいいアクションをしていこうとなると、フロー的な指標がいるんです。ストック的な指標は今我々の方である程度出しますけど、フロー的な指標で今、例えば住民の方々を巻き込んだこういうイベントを、年間何件やりましたとかですね、なんかそういう努力が見えるような指標っていうのが今まさに求められているのかなと思っていまして、そこの、フロー指標というべきか、その努力指標というべきか、独自指標というべきか、ちょっと悩ましいんですけど、そういったものを、おそらくその地域の皆様と作っていくべきかなと思っております。で、自治体の皆様が作ろうとするとですね、もうただでさえ通常業務が忙しいですし、もうむしろ通常業務が全てが SD につながっているわけですので、そこは、うまくやっぱりこう、例えば金沢にはちょうど国連の大学の皆様のようなユニットがあったりとか、あと金沢の大学さんがですね、SD 先進的に取り組まれていたりとか、こういうふうに皆様が、関わられていらっしゃいますので、そういった方々に、ここの指標の素案を作っていただけませんかみたいな形で、一緒にこう巻き込んでですね、全部が自治体さんの行政の職員さんだけでやろうとすると、やっぱりもうオーバーワークになってしまいますし、限界だと思うんですけど、幸いにもこういうふうに、ポジティブに、前向きにこう取り組んでくださっている素晴らしい方々が市内にいらっしゃるので、やっぱりそういう方々と協力しながら、役割分担しながらですね、それでまとめていくっていうような形がいいのかな。自治体の皆様に求めるのはそれを先導役でこう方向を示しながら、こういったものを作りたいんですけど皆様の力を貸してくださいっていうふうな、そのイニシアチブを作るところかなというような気がしております。すみません、ちょっと差し出がましい意見かもしれませんけど、そんな形になってくると、その本当の意味で金沢市民力が発揮されて、SDGs 先進地域ということに まさしくそういう地域だねっていうふうに今でもそうだと思いますけど、まさにもっとパワーがアップするんじゃないかなというふうに思っているところです。なるほど、ありがとうございます。とても重要な視点を提供していただいたと思っていて、そのリニアに2030年にこれを達成するというような指標ではなくて、そこに行くまでのプロセスでこうパートナーシップであったり、市民、行政、企業のマインドセットが変わっていくというような、そういうプロセスをこう見ていかなくちゃいけないというところが、とても腹落ちするというか、今実際やってみると、まさに関わっていく方のそのマインドセットが変わっていくということを、私自身、おそらく金沢市の方もそうだと思うんですが、担当の方はそういうふうに感じているところです。でただ一方で、対外的あるいはその上のレベルに行くと、やはりこう指標を設定して、じゃあそれを達成できなかった時に何かこう責任取らされなきゃじゃないのみたいな、自治体の方はとてもこう真面目で、ただですね、 KPI とかいろいろあって、達成できなかった時にどう説明するとか、
何だったら達成できそうなもんだけ書いておけみたいになっちゃうこともよくあるんですけども、そういったことではなくて、やはりそのプロセス、これからまさにその部下の時代って言われていて、あのコロナもまさにそうですけども、あの明日来年どうなるか分かんないっていう中で、こうそのプロセスをがっつり一緒にやっていけていれば、すごくレジリエンシーというか強靭なこうパートナーシップとか組織になっていけるような気がしています。で、お三方はまさしくそのプロセスの中に入っていろいろ活動をされているんじゃないかなと思うんですが、そのこういうこう定性的なことの重要性を訴えていったり、客観的にこう見せていったりするっていうところはなかなか難しいんですが、その辺はどうでしょう、どんなふうに説明責任を果たしていけばいいんでしょうか。この辺が自治体の方が一番頭が痛いところなんじゃないかなと思うんですけども、自治体じゃない方にお三方に聞くのもあれですけど、どうして、高木さんどうですか。ありがとうございます。自治体の SDGs っていう本も出されたばっかりなのでありがとうございます、恐縮です。そうですね、まずですね、その定量的にデータとしてきちんと取るっていうのはまず原則として非常に重要なことであると思います。ただ定性的なものもミックスで使っていくっていう考え方はこれもまた重要だと思いますし、その定性的なデータでしか反映することのできない部分っていうのも必ずありますから、そのあたりを、きちんとこう仕分けていくというか、定量的なものに適したものはこれ、定性的な方が、効果的なものはこれというふうな、きちんとした整理を自治体もしていく必要があるんじゃないか。はい、はい、ありがとうございます。福島さん、そのあたりいかがですか。ちょっとミュートになっているかもしれないです。はい、ごめんなさい、はい、すみません。そうですね、ちょっと答えにくい質問ですかね。そうですね、難しいですね。あれだったらいいです、飛ばしていただいパスありですか。じゃあぜひご専門の観光先生にも回していただければ。はい、はい、やっぱりですね、指標疲れっていうのがあると思うんですね。その KPI の設定して疲れてしまうと。なのでそれをまず防がないといけないので、先ほど申し上げたようにこうデータの集めるところから、その枠組みから、いろんな方々を巻き込んで、作っていくと。やっぱり地域に、大学を持たれている、拠点を持たれているっていうのはすごく重要なことで、その地の、プラットフォームである、そういった大学、知識を創造する拠点である大学の関係者の方々にちょっとデータ集めてくださいとか、そういうことを依頼してしまうっていうのも一つなのかなと思います。海外ではもうまさにそういった形で役割分担していてですね、行政の方々がやるべきところは、そのデータを例えば、大学とか教育機関で作ってもらったものを見て、それを施策に考えるところが我々の仕事だということで、そのデータ作るところはじゃあもう専門のところにお願いするというような形で、もう完全に役割分担して、それぞれの強いところ、得意なところを、ちゃんと担当するというような形になっているので、そういう形にできるといいかなというふうに思いました。あとはもう一個は、やっぱり SDGs っていうのはなるべく高い目標を掲げて、皆さんでそれに向かっていきましょうっていうものですので、もちろん、設定してここの部分はすごいその高い目標を掲げてから皆さんが本当に頑張ってくださって、その高い目標すらも超えるぐらいすごくうまくいきましたっていうところもあれば、やっぱり残念ながら届かないところもあると思うんですね。で、そういうふうに、まず全部を達成しようと思わないことが重要です。17個のゴール全部に取り組もうとか、全部を達成しようと思うと無理です。これをまず最初に認識していただいて、できるところからまず取り組み、ただしちょっと背伸びをする、こういうところはもうちょっと頑張ってみようかとか、ここはもしかしたら今まで巻き込んでなかった関係者と一緒にやるとすごいブレイクスルーが起こるかもしれない、そういったところに、気づいて取り組んでいただくことが重要なのかなと思っております。あともう一個だけ、最後にちょっとお伝えしておきたいなと思ったのは、 SDGs の枠組みはそれはそれですごく重要です。先ほど申し上げたように気づきを与えてくださるんですけども、一方で SDGs の枠組みの外にも視野を広げていただくということですね。やっぱり17個のゴールを見てると、
金沢市がまさに強い文化とか芸術ってじゃあどこに続けられるんだとか、スポーツとかどこになるんだとかですね、そういった視点もあって、SDGs ではもしかしたら金沢市もカバーしきれてない部分があるかもしれませんし、そういったところを、金沢市さんとか、加賀市さんとかですね、今、SD 未来都市に選ばれている石川県の、自治体さんとか、まあ、今日は全国の自治体の皆様が見ていただいていると思うんですけど、それぞれの自治体で、当然我々日本は17個のゴールはもうベースでやってます。それを超えたビヨンド SDGs といいますか、この我々 の, まあ、先進国である我々の国は世界を引っ張っていくためにその17個は当然やってますよと、それ以外のところも含めてこういうふうに取り組んでますっていうような姿勢が多分必要だと思います。すでに皆様はその、もう何ですかね、種はたくさん、イノベーションの種とかそういった形で、アピールできるようなものはたくさんあるはずなんですね。それをぜひ発信していただけると、本当にいいんじゃないかなと思います。日本のプレゼンス向上に確実に貢献するんじゃないかというふうに思っております。ありがとうございます。キーワードはビヨンド SDGs ということですね。すみません、勝手に言いました、ね、ありがとうございます。で、参加者の方からも、とても面白い提案があって、そのオープンガバナンスの進み方をこう見ることってできるのかな、各地域の。例えばこのオープンガバナンスの度合いがパートナーシップの指標になるんじゃないですかっていうようなコメントをいただいてるんですが、まさにそうで、今日みたいな場で、あ、これってあれの指標になるよねっていうようなことをみんなで考えて、みんなが納得して いけばその先にもっとそのやれって言われてやるものじゃないし、一人だけでやるものじゃないし、なんかこう共通のビジョンを持っていろんな人が取り組めるんじゃないかなというところで、やっぱり自分が作り出したものってどんどんやってみたくなりますよねというところです。はい、ですいません、あっという間に時間が来てしまうんですが、最後にじゃあ福島さんと高木さんお二人にコメントを一言ずついただければ幸いでございます。じゃあ私から最後、福島さん、はい、SDGs は久保先生も先ほどおっしゃってましたけど、その答えを出す性質のものではなく、まあ、問いなんだと思うんですね。僕もSDGs の視点でいろいろ物事を見てみると、今まで本当にこれで良かったんだろうかっていうものも考えられるので、まあ、答えだけを求めず、自治体の方々も自分たちで考えていくっていうことを大切にしていただけると非常に、はい、最後のところがちょっと、はい、あ、ごめんなさい、最後聞こえなかったか、一瞬止まりましたが、自治体の方も自分たちで考えてやっていくというところでございます、はいはい、じゃあすいません、福島さん。はい、ありがとうございます。SDGs の推進にですね、市民参画、まあ、特にローカルの場では市民参画が大事で、でそれをこう持続可能にしていくために技術がテクノロジーをうまく使えるということはやっぱりそうだなって今日のお話聞いてて感じました。でそのために、まあ、シビックテックを活かせると思うんですけど、やっぱテクノロジーが主役ではないので、技術さえ使えば、うまくいくってもんでもないと思うんですね。やっぱそれよりもやっぱマインドというか、市民それぞれ、行政それぞれの考え方の方が大事なので、まあ、スライドでもお話したハッカー精神みたいなものですね、そういったものをぜひ一人一人の市民が持って、自分たちで行政を変えていく、社会を変えていく楽しさみたいなことをなんか感じ取れるといいなと。楽しければやっぱり続けられますし、楽しいのでその成果が出てくるとさらに楽しいみたいな感じで、台湾とかがやっぱりみんないいなって言われるのは、なんかそういう風なものが見えてるからじゃないかなという気もしているので、はい、ぜひ、金沢でもまた日本でもなんかそんな風な取り組みができたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しくやるってとても大切ですね。はい、ありがとうございます。あっという間の2時間で、でもとても重要な視点だったりキーワードだったりがいただけたかなと思っています。はい。で、時間になりました。本日はお忙しい中、平日の午後というお忙しい中、多くの方にご参加いただきましてありがとうございます。そして貴重なお話を聞かせていただいたパネリストの方に、もう一度拍手を送りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。参加者の方はこのまま退出していただくとイベントのアンケートページに飛ぶと思いますので、ぜひそちらもお時間ある方は記入をしていただいて、今後の事例の共有、こう進捗の共有を一緒にやっていくっていうことの役立てていけたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。